昔はセイモーダリカンのギターにツアーでしたね。最近はモデルで。
Thank you.
ライブはですね、完全に打ち合わせしかしてないような、あまりこうバンドっていう感じでもなく、まあ、セッションっていうんですけど、そんな感じの内容なんですけど、この2曲は、今サックスの、米澤美久が提案いたしました。Windows は、Windows はどうしてやろう、やりたいなと思ったんですか？ Windows は、なんか前にピアニスト、キーボーディストの結構上の先輩と練習する機会があって、先輩って今何練習してるんですかって聞いたら、俺今 Windows やってるっていう、で、一緒にやらせていただいて、まあ、知ってたんですけど、曲は今日やるのは2回目くらいで、まあ、まあ難しいです難しいので、難しい曲を、やっておじさんたちをいじめたかったので違いますよ、ドレスな20代ということでいいですか？じゃあ今日は M になります。今は笑ってられるけど、これ最後まで続いたら絶対笑えなくなるじゃん。もうこいつってなるよ。もう2回目で分かってるでしょ。大丈夫ですか。はい、ということなんで、ミクはミクはこんな人です。もうとにかくなんか面白いですと、まあ、面白いかこういう絡みをしてもなんかこうさらっとこうしているのはなかなか若いのに肝が据わってるなと思ってなのか本当に気づいてないのかわからないですが、そんなのが面白いなと思っています。はい、じゃあこの曲は、米澤美久の渾身の2曲でした。じゃあ次はちょっと行きましょう。次曲ですね、I Thought About You という曲をちょっとやってみたいと思うんですが、これは僕が用意しました。まあ、やってみましょう。これはグラスに。
Thank you.
Thank you.
最初からやっていく。あ、もうなんかどれがいいとかって、じゃあ次のページ何でもいいんですよ、文句なら。そういう回がありでもこれライブではやったことあったんですけど、なんかそれほど愛着がなかったんですけど、そのセッションで愛着が湧いたので、もう一回やりたいなという、はい、すごい曲は好きなんですけど、ちょっとすごい回でした。文句の回、濃い回濃いですね。濃い回、ロイヤス文句、ご存知です皆さん、まあ、ここにいるのはもう ここはもうジャズ面なんで分かると思うんですけど、とてつもなく性格悪そうな曲を書く確かに、ちょっと通好みって言ったら通好みです。性格は悪いだって人のバッキングあんまりしないっていうか、なんかね、なんかこういう編成とかでピアノのセロニアスコンクの
時に、なんか自分は弾かなくていいって思ったら、すぐに出て行っちゃって、なんかどっか行っちゃうみたいな。でソロが終わったら帰ってくるみたいな、そんな、ちょっと偏屈な人ですよね。なんかメロディ、レコーディングの際も楽譜を作らない。ボン君が弾いたのをソニー・ロリンズとか必死に覚えて、お前プロだから覚えられるだろうとか言われて、覚えちゃうみたいな。まあ、でも、その唯一無二っていう言葉があるぐらい、やっぱりそのワンマンのオンリーですよね。なんか決してピアノは超絶技巧じゃないですけど、あのモンクのソロのコンサートで1時間モンク聴かされても、あの面白いっていう。全然アドリブとか上手くないですし、アドリブなのこれテーマもよく分かんないけど、それでソロソロだから、うん、そうそうそう、そんな映像とかも見たことありました。まあ、ちょっとあれなんですけど、あんまりモンクの話しても面白くないんで、モンクが本当にそうですよね。あ、お、もうすぐ冬ですね。あ、おー、だんだん冷えてきました。冷えてきましたね、だんだんね。飲みましょう。はい、というわけで、じゃあインゴオブドワールドやって、セカンセット、じゃあファーセット最後に。
ですか。
Thank you.
Thank you.
いやソロってこういうフレーズ弾くと盛り上がるなと思う。いやはい、というわけで、散々勉強させていただいたのでちょっと申し訳ない程度に演奏と次は、モンクの出ましたね。あ、モンクです。なんか顔がちょっと赤くなってます。赤くなってます。ようやくちょっとこう始めるぐらいのこれから高木さん、ちょっと高木さんシステム調整入られるそうなのでその間にちょっとしたセリングもしましょうか。ゆきちゃんは最近は、はい、結構ライブやってますよね、いろんなところで。ぼちぼちやってます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.